やはりコーヒーはカプチーノに限るの。こうして年を取るとお茶を飲みながら鐘の音を聞いている時が一番落ち着く。おじい様、おじい様、どこです？なんじゃねえ、静かにしなさい。まったくお前は誰に似たものか想像しくていかん。ごめんなさい。で、どうしたんじゃね？はい、レオリオおじい様、実は僕、おじい様の物置で変なものを見つけたんです。変なものじゃって？ほら、これです。おお、これは。どうしたんですか、おじい様。何を泣いてらっしゃるんです。懐かしいの。この CD は何なのです。これか。この CD はな、わしの青春の宝物じゃ。ね、青春の宝物？わしがまだ若くてビンビン、いや若くてブイブイ言わせてた頃やってた海賊ラジオの CD じゃよ。ブイブイラジオですか？そうじゃ、レオクラジオというんじゃ。わしとわしの相棒が世界中を冒険しながら放送した伝説のラジオ番組だ。レオクラジオ、何か懐かしい響きだ。そうか、あれからもう50年も経つんじゃな。とっくの昔になくしてしまったと思ったんじゃが、本当に懐かしい。ありがとうよ、見つけてくれて。おじい様、僕これ聞いてみたい。そうか、そうか、聞いてみたいか。じゃあ二人でじっくり聞くとしようか。うん。